デンマーク首相。2年後から女性も徴兵します。少子化で減った兵員の確保と、男女の完全な平等のために。フェミ沈黙、がネットで話題。内容はこちら。デンマーク首相の発言にフェミが沈黙しているようです。では、内容を見てみましょう。山本山、美少女。デンマーク首相、女性、エイジ43。2年後から女性も徴兵します。少子化で減った兵員の確保と、男女の完全な平等のために。B さん。一見平等にはメリットしかないように思えるけど、実際は平等じゃない方が都合の良かったものまで平等にされてしまう。それが平等。すすき。自分のことが一番とか言って子供作らない社会の末路。後の世代にどんどん負担が重くなる。ぽ。これは男女平等。神の慶次郎。欧米では、のではの神が特に好きな北欧では、こんなことになってるんだね。さて、どういう反応をするのか楽しみだわ。フェミさん、見解をお願いします。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。ギャオン、期待。私たちに都合のいい世界であってほしいだけなの、必死。結局は、自分たちのわがまま通したいだけなのに、屁理屈並べてわめくからこうなる。これを決めたのが女性首相っていうのがポイント。トヨニスと息してる？あら。どういう反応をするかって、無視に決まってんでしょ。あいつら都合悪いと、なかったことにする習性あるじゃん。女性。LGBT。おそらくフェミは、沈黙を貫くと思います。次はこちら。男女の体格や性差を無視して、完全に平等な社会目指せば、結局そうなるわな。女性優遇すればするほど、ジェンダーギャップが広がるから、優遇が足りないから順位が下がったんだ理論なんじゃね。日本での男女平等は、平等じゃなく、ただただ女性の超優遇。謎の勢力、必要としているのは、平等ではなく優遇。まあ、ここにいる人らはわかってることだけど、女は男女平等なんて求めてないよ。女尊男卑を求めてるんだよ。結局、フェミの主張する男女平等は、女尊男卑の世界ですからね。次はこちら。それじゃ何ですか？上野千鶴子や赤リンゴや、出羽の神のポカホンタスや望月磯子が、外国行ったことないのに、イメージだけで語るバカみたいじゃないですか。平等と公平は違うんだよな。自分たちに都合の悪いことはスルーするに決まってる。だから信用を失うんだよ。上野千鶴子氏に意見を聞きたいですね。最後はこちら。これは素晴らしい。これからの時代はこうあるべき。ええやん、ガンガン取っていけ。男女平等パンチ。これが真の男女平等、まだ足りないけど。人数も同じにしないと平等じゃないから、女性を優先的に徴兵するぞ。もちろん訓練も作業も職務も、全部男女平等にするんだよね。ゴミ収集や土木作業もやれよ。日頃男女平等を訴えている皆さん。もちろんデンマークの女性徴兵を支持しますよね。結論。日本ではフェミが男女平等がと発狂し、企業にクレームを入れてきた結果、 CM では女性の家事表現が排除され、レースクイーンやグリッドガールやビールのキャンペーンガールなどの女性の仕事がことごとく潰されてきました。そして今回、そんなフェミの望む男女平等の世界を体現してくれたデンマーク首相。フェミはこのデンマーク首相の決断をもちろん支持しますよね。都合が悪いからとだんまりを決め込みませんよね。そんな無責任なことはしませんよね。フェミさん、デンマーク首相の男女の完全な平等のための女性の徴兵に対する見解をお願いいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。
ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。